東山県は、日本の英語講師、北海道出身、東京外国語大学外国語学部英米、語学科卒業、テンプル大学ジャパンキャンパス教育学英語、教授報修士課程修了、神田外語学院英語科主任、ラジオ、100万人の英語、英会話入門、英語リスニング入門講師、東洋英和女学院大学助教授、 テンプル大学ジャパンキャンパス客員教授などを経て、現在、コミュニカ、インク、代表、東京大学、EMP 講師、ポッドキャスト、英県と、東山県の県図カフェ講師。100万人の英語講師時代より、独自の肩肘を張らない教授法に人気があったが、その演算を NHK が1994年4月から、新規に設置した、ラジオ講座。 英会話入門で採用したことにより、英語講師としての評価は揺るぎないものになった。語学ではなく、話学の学習が大切と本人も主張している通り、いわゆる学校英語の文語的文法を教えるのではなく、どう話すか、いかに話すかということに主眼を置いた実践的な指導を行っている。NHK の語学講座の改編などにより、 しばらくラジオ講座には登場していなかったが、2004年10月からは、英語リスニング入門、2005年4月からは、英会話入門、2005年10月からは、英会話中級の講師を担当し、復帰を喜ぶ英語学習者も多い。なお、2006年は、英会話上級、英会話入門の講師を担当している。2007年度は、通年で英会話入門を担当し、 2008年度から2017年度は番組改編でラジオ英会話を担当することとなった。2018年度は新講座、東山県の英会話学習を担当。学生時代より演劇に興味を持ち、英語劇のサークルに参加していたこともあり、現在も外国人とのコラボレーションなどを通じて独自の演劇活動を行っている。その他、 趣味として、クロスワード、ビリヤード、ヨガなどもあり、彼の、こうした多彩さ、好奇心の強さは、英語指導の随所に生かされている。百万人マイナス時代はテキストに、格言やことわざの原点とそのパロディの、原点を、毎号掲載していた。笑い涙、美和語り部として、擬音少女、無地ななどの日本の物語を和英両語で弾き語りを、している。また、 俳優として1984年に放送された NHK 大河ドラマサンガモユにも出演した経歴も持つ。ありがとうございます。